こんにちは、こそば、ジンクの部屋ようこそ。はい、みゆでーす。はい、今日の企画は、斉藤さんが結構ね、好評なので、今回は、斉藤さんでビデオツアーにして、男の子が女の子になって信じ込ませた後に、カツラをいきなり取り出したらどんな反応するかはい、ということで、今回もおなじみの斉藤さんのアプリを使って、ビデオ通話にして、声も、ああ、むしろもう、むしろ。って言っても、女の子だと思わせて、ちょっと仲良くなるまで話すんだけど、途中でカツラをボッて外したら、相手はどんな反応するのか、やってみたいと思いまーす。名前はみゆでいきます。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。え、めっちゃイケボですね。あ、本当に？声かっこいいって言われません？いや、初めて言われた。え、そうなの？え、どこの人？福岡あるよ。え、博多弁ってこと？これはポロッと出るかもしれない。どこなの？え、ち東京。めっちゃ遠いやん。え、遠いよね。え、斉藤さんよくやるの？たまーにするから。あ、そうなんだ、みゆも。あ、そうなの？え、何くんって言ったらいい？え？レディゴー。もしもし。え、何ですかそれ。え、何やってるんですか。はい、切りました。ご想像にお任せいたします。もしもし。あ、こんばんは。可愛い顔してますね。ありがとうございます。何してますか。え、今、さっき帰ってきて今座ってます。ちらっと見てみていいですか。え、何をですか。おちんちん。え、なんですか。怖いんだけど。おちんちんついてるでしょ。え、なんでついてない。おちんちん大好きですよ。え、どういうことですか。ついてないですよ。あ、そうか。え、触ってるって言うからおちんちん触ってるのかと思っちゃった。え、座ってるって言ったんですけど。あ、ごめん。ごめんね。ね、やめてください。え、男の子だと思ってますか？うん。え、じゃあどうやったら信じてくれますか？じゃあ、なんか首のあたりちらっと見てみてもいい？首？え、てか普通に、じゃあ、顔写しても大丈夫。顔？顔写しましょうか、じゃあ。あ、すいません。はい、いきますよ。はい。はい。すいませんね。男の人なんて言っちゃって本当ごめんなさいね。いや、本当にひどい。アイドルですか。アイドルじゃないです。嘘。なんか、はい、芸能人でしょ。芸能人じゃないですよ。ニューハーフの人。え、ニューハーフじゃないよ。ごめんね、本当ニューハーフじゃないのかな。え、普通に女の子です。え、そっちの上向いて、上向いて、上向いて、なんで恥ずかしい。そのもたけがあるか確認するから上向いて。え、やだよ、だって恥ずかしいもん。顔、口をじゃあ押さえて、マスクみたいに押さえて上向いてみて。どういうこと。こういうことですか。うん、そんで上向いて。はい。で、天井見て。ね、恥ずかしい、なんでそこまで出るの。喉もたけあるよ。喉もたけ、え、そんなないと思うけど。ニューハーフの人なんだ。え、ニューハーフじゃないって言ってるじゃないですか。え、なんで信じてくれないんですか。いや、俺別にそんな差別してるわけじゃない。え、違う、だから、え、だからニューハーフじゃないんだってば。ニューハーフでしょ。え、ひどい。え、そっちも顔見せてください。じゃあやだ。なんでそんな騙すの。騙してないですよ、別に。え、可愛くしてると思うよ、男の子の割には。だから男の子じゃないって言ってるじゃん。だって、女の子そんな喋り方しないっしょ。どういうこと。なんか、え、ひどい。え、もう切ろっか。男の子が女の子みたいにするのは別におかしくないから、正直に言ってほしいんですけど。正直に言えばいいんですか。うん、男でしょ。ね。だから正直に言ってくれた方がいいのよ。うん、正直に言わなきゃいけないですか。その髪どうしたの。え、髪って何ですか。あ、取れちゃった。ごめんなさい、間違えました。え、これなんかあれなの、そういう YouTube とかやってんの。 YouTube やってます。ああ、そういうなんか釣りをしてんのね。はい、YouTube で仲
ちょっと仲良くなって、あのカツラをいきなり取ったらどうなるかっていう。あ、もうおじさんは騙せないよ、そんなあのことじゃ。いや、おじさんすごいですね。いや、伊達に年取ってないですよ。本当にあれなんですか、あのニューハーフの人なんですか。いや、ニューハーフじゃない、女装です。あ、女装が好きな人なんですか。好きというか、あの女装をあのメインにやっています。あ、あの動画でね。はい、ありがとうございます。では、さよなら。バイバイ。ね、9分話してたんだけど、カウンセラーの方ですかっていうレベルで、でもちょっと仲良くなっちゃうんだけど、めっちゃいい人だったね。パパ的存在な感じの人だったよ。すごいパパだった。でもやっぱバレちゃいました。なんでだろう。今日声が調子悪いのかな。あ、もしもし。ダメだ、今日声ダメかもしんない。ちょっともう一回だけチャレンジしますね。ちょっとウィッグつけます。はい。と、一旦ウィッグがもう一回つけ終わりました。もうどっちみちね、もう一回ウィッグ取るんで、まぁ、ちょっと、もう軽い感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあもう一人ラストかな、やってみたいと思います。こんばんは。何ですか？ 20 歳です。20歳。はい。あ、同い年だ。いや、同い年ですか？うん。嬉しい、なんか。あの、斎藤さんやってたんですか？今さっき帰ってきて、なんか暇だったからやってみました。よく使う？いや、あんまりやんないです。そう、なんかゴロゴロして暇だったから。なんて呼べばいいですか？どうしようかな、ともやね。じゃあともやくん。え、じゃあうちのことみゆで。 OK です。声かわいい。え、かわいい、ありがとうございます。今日どこ行ってた？今日友達と遊んでました。何でした？え、買い物してた。いや、新しい服買ったんで。え、見たい？え、これビデオ通話ってできるんだっけ？できるぞ。オッケー、ちょっとやってみるね。可愛くない？めっちゃ可愛い。そう、これ買った。可愛い、感動してよ。え、じゃあお互いならいいよ。ちょっと待って。うん。あー、なんか優しそう。え、じゃあうちの顔も見ますか？じゃあ行きます。でも可愛くないよ。でも可愛くないよ。え、可愛くないからって切らないでくださいね。切らないですよ。はい、行きます。はい。めっちゃ可愛いじゃないですか。可愛くない？めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。なんか頭かゆくなってきた。なんか最近暑いじゃん。なんかめっちゃさ、汗かいちゃくない？まだお風呂入ってない。お風呂入ってない、さっき帰ってきたから。そう、かゆくなる。かゆいの。やばい、かゆい。あ、ちょっと待って、取れちゃった。男だったりする？男？男じゃないよ。男じゃない。あの、ウィッグが今、ショートだから。そうなの？そう、ウィッグつけてる。え、これでも可愛いですか？うん、可愛いと思う。え、可愛い？え、本当に？え、ありがとうございます。普通に男でもね。男です。普通に男だと思ってたけど、俺も。え、でも顔可愛いですか？普通になんだよ。どっちでもいける顔じゃないです。嘘。え、ありがとうございます。女装が趣味なだけですか？いや、趣味というか、動画でやってます。YouTube とか見ますか？ YouTube？ まあ、見ます。あ、じゃあよかったら見てください。え、じゃあちょっと今見てる、動画のみんなになんか一言言ってください。みんな釣られないように頑張ってください。ありがとうございました。通話が終了しました。ね、待って、この状態でさ、ずっといるのも恥ずかしいんだけど、ちょっと待って、エンディングぐらいちょっとさ、可愛くさせて。はい、ということで、今回は、斎藤さんでビデオ通話にして女の子のふりをして、女の子だと思ったら、まさかの、カツラを外し出すといういきなり意味のわからない、ことをするっていう、もう動画でしたー。イエーイ。本当に、今回当たってくださった方の斎藤さんのお方たち、チャンネル登録ありがとうございます。と、そして騙して、申し訳ございません。でも、悪い気はないので、許してください。はい、ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンと、チャンネル登録と、コメント、よろしくお願いします。みゆでした。バイバーイ。